株式会社本馬、月寒ムアンパンは、北海道札幌市と予開く、月寒東の株式会社本馬が製造販売している、あずきのこしあんを用いた、反省菓子である。1874年、旧陸軍不評、第25連隊内で菓子販売を行っていた、大沼神三郎が考案したとされている。大沼の考案した、月寒ムアンパンは、 月サム地区の名物となり、一時は10軒ほどの製造者があったという。1906年に創業し、現在も製造を続ける株式会社本間の創業者、本間与三郎もその中の一軒であった。1911年、豊平区にあった町役場が月サムに移転したため、平岸地区の人が役場の連絡道となる新しい道路を要望すると、不評。 第25連隊が応じ、国道36号の月下中央7丁目道453号の平岸小学校まで全長2.6キロを約4ヶ月で作り上げた。この際、完食として当時7軒ほどの菓子店から月下アンパンが配られたことから、この道路はアンパン道路と呼ばれるようになった。太平洋戦争に伴う物資不足により、菓子店は休業に追い込まれ、 月寒アンパンの生産も一時は途絶えた。戦後、本間一軒のみが製造を再開、2006年に創業100年を迎えた後も製造が続けられている。一般的に発売されているアンパンではなく月平に近い。生地には卵も多めに使われている。水分が控えめで、しっかりした密度の高い仕上がりになっており、一般的なアン。 パンと比較して保存が効くといった特徴がある。ありがとうございます。